木田勇は、神奈川県横浜市旭区出身の元プロ野球選手、監督。史上初の新人選手での MVP 獲得者。横浜一商工では1972年夏の選手権県大会で準決勝に進出するが、秦野高に延長11回の熱戦の末に敗退。社会人野球の日本鋼管に進み、1977年の都市対抗2回戦で、電北海道を相手にリリーフながら初登板、敗れたものの好投を見せる。1978年の同大会はエースに成長、3試合連続で完投勝利、準決勝ではリリーフに回るが、本田技研鈴鹿を下す。決勝では東芝の黒上義弘と投げ合うが0-4で完封負け。準優勝にとどまるが同大会の9次賞を獲得した。同年の第25回アマチュア野球世界選手権、日本代表にも選出される。同年のドラフト会議では、太陽、広島、阪急の3球団が1位指名。抽選の結果、広島が交渉権を獲得したがこれを拒否。一般には、太陽入りを強く希望したためと報じられているが、実際は在京セ・リーグであれば、どの球団でも応じるつもりであった。その理由として、父親が胃がん、母親が胆石を患っており、長男として両親の面倒をしっかり見なくてはならないという思いがあったからだという。両親からは、お前の希望する道に行っていいんだよとの言葉をもらっており、本人もドラフト1位指名を名誉には思ったが、戦術の理由でどうしても横浜を離れる気にはなれなかったと語っている。なお、広島のドラフト1位指名を拒否した人物は木田のみである。翌1979年の都市対抗でも活躍、第4回インターコンチネンタルカップ、日本代表に選出され、日本の準優勝に貢献した。1979年のドラフト会議でも再び3球団の1位指名が重複したが、交渉権を得た日本ハムに入団した。日本ハムがくじを当てた時に、俺は運のない男だとぼやき、入団交渉にあたって、条件として住宅を要求したと伝えられたことも話題となった。しかし、これは大こそ義則オーナーのプロの選手なら自分で稼ぎなさいの説得で断念した。ルーキーイヤーの1980年はオープン戦から2勝と快調に飛ばした。開幕2戦目に先発初出場して西武を相手に7安打を打たれながら完投勝利で飾った。4月の成績は防御率 0.794 勝0敗で早くも月間 MVP に輝いた。空振りの取れる速球に大小2つのカーブを投げ、特に上村義信投手コーチに教わったパームボールは大きな武器となった。江夏豊と並ぶ23投球回連続奪三振の日本プロ野球大記録も樹立している。毎回奪三振もシーズン3回記録しており、これは江川卓と並ぶプロ野球記録である。リリーフでも登板しており、無四満塁の状況で、阪急の福本豊、蓑田浩二、加藤英二からすべて速球で、連続奪三振を取る離れ技もやってのけた。三振を取っての派手なガッツポーズは、この木田が元祖だと言われている。しかし、9月2日の対近鉄戦で16安打を、打たれて5得点を奪われ、かろうじて18勝目を挙げたものの186球を費やす苦闘。以来本塁打を献上し始め、球の軽さが話題に上がるようになった。後期優勝のかかった10月7日の近鉄との最終戦では、満員の客を集めた後楽園球場で3回表無視2塁からリリーフとして登板。しかし、佐々木恭介に打たれて同点。4回表には3安打を連ねられて3点を失った。カーブの制球が定まらず、バックの失策も出た。先行した近鉄を日本ハムが追いかける展開となった。8回表に有田修三が木田からソロ本塁打を放って6-4と2点ビハインドとなったところで木田はマウンドに座り込み降板した。試合に敗れて優勝を逃したが、22勝8敗4セーブ225奪三振、防御率 2.28、勝率733という成績で最多勝ち、最優秀防御率、最高勝率と当時の投手三冠タイトルを独占したことに加え、最多奪三振も記録している。新人王、そして史上初めて新人選手として MVP も受賞した。なお、これ以降に日本プロ野球でシーズン22勝以上を挙げた投手は2013年の田中将大まで現れなかった。この年のパ・リーグは3チームがシーズン200本塁打を記録するなど、リーグ全体で1196本塁打という打撃優位の年であった。この年は日本ハムとロッテを除く4チームが本拠地球場で飛ぶボールを使用しており、日本ハムはパ・リーグで唯一チーム防御率が3点台のチームであった。また、新人の最多奪三振は1967年の江夏豊以来、パ・リーグでは1954年の田桑基次以来の快挙だった。木田は当時を振り返って、破格の入団条件からやっかみが多く、チームで孤立していたが、それも成績を残してからは周囲から認められたという。シーズンオフは紅白歌合戦の審査員に選ばれるなど、テレビ出演やサイン会も行い、一躍話題の人となった。翌1981年は、開幕第2戦の台南海戦に先発登板して、完投勝利は収めたものの、久保寺雄二に満塁本塁打を浴びるなど9失点のスタート。捕手の加藤敏夫によると、速球もカーブも去年に比べて 65%、木田本人も春季キャンプで走り込みが不足したので、フォームが固まらないと語っているように、シーズン序盤から変化球主体の投球が続いた。5月26日から6月11日の試合まで4試合連続で小負けを喫してしまう。10勝10敗に終わり、防御率は 4.77 にまで悪化してしまった。ロッテとのプレーオフでは、第5戦に先発して勝利投手となり、19年ぶりのリーグ制覇を果たした。巨人との日本シリーズでは、第4戦で先発し、平田薫にソロ本塁打を打たれ降板し、勝敗はつかなかった。オールスターゲームには1980年と1981年はファン投票選出で、1982年は監督推薦で出場している。しかしながら、その後は目立った活躍ができず、1986年に金沢継を大畑徹との交換トレードで、高橋正美と共に横浜対応ホエールズに移籍。そのシーズンは規定投球回に到達し8勝を挙げたものの、それ以降の3シーズンで2勝に終わった。大洋在籍時代には1イニング4連続、被本塁打、1イニング5連続与四球、初回先頭打者からの3連続被本塁打と不名誉な、プロ野球タイ記録を相次いでマークした。1990年に、鴨川茂春との交換トレードで中日ドラゴンズに移籍し、同年限りで現役引退。翌年から知人の紹介で印刷会社勤務のサラリーマン生活に戻っている。2年目以降目立った活躍が見られなかったことについて、木田は、スピードは年々落ちていた。コーチからも、そんなフォームでは勝てないと言われ、あんたに言われたくはないと思っていた。そういった精神状態だったからいい結果なんか出るわけがないと話し、これらがトレードにもつながっていたのかもと語っている。日本ハム時代のチームメイトだった江夏豊は愛すべき男だったが自分の肩に固執しすぎた。それが2年目以降伸び悩んだ原因だろうと語っている。木田の日本ハム時代の監督、大沢啓二は新年会行くとどうも一人だけ真っ赤なジャケットを着て浮いている奴がいるんだ。一瞬。俺は自分の目を疑ったね。なんと、木田じゃねえか。ほんと、たまげたよ。それまでの木田っていうのはおとなしくて謙虚でしっかりしたやつなんだ。人間っていうのはこんなに変わるものかと。あいつは確か253イニングぐらい放っているからな。疲労感は相当溜まっている。オフはその疲れをとって来年に備えなきゃならねえ。それに打てなかったチームは研究しているから対処しないと、俺も、そのことは忠告した。朝から晩まで取材ばっかりで自分を見失ってしまった。オープン戦の頃から確実に悪い兆しは現れてきたよな。やっぱりそれっきり、あの球のキレは戻らなかった。2年目の調整失敗が、木田の引退を早めてしまった。としている。引退後は、サラリーマンとして、川崎市の印刷会社西文堂に勤めていた。しかし、日本ハムファイターズに対して強い愛着があるようで、日本ハム OB 会の会長を務めたり、幾度となく試合開始前の始球式に登板したり、スタンドで観戦したりしている。会社を退職した後は、デイリースポーツで評論活動を行っていた。また、プロ野球マスターズリーグに対する思い入れも大きく、2005年に3度目のセレクション挑戦で合格、現在、札幌アンビシャスの一員である。2006年、古巣の日本ハムがプレーオフに進出した際、2軍の鎌ヶ谷で行われたパブリックビューイングにゲストとして参加。現地では対ソフトバンク戦の解説を行っていた。2007年、北信越 BC リーグ、滋賀のグランセローズの監督に就任。しかし、初年度は4チーム中の3位、チームが増えて、築成になった2年目は全後期を通じて、地区の最下位と結果を残すことができず、2008年のシーズン終了後に退任した。2014年6月29日、フジテレビ放送の未来モンスターに出演し、2014年まで、朝日産業株式会社の介護部門である、朝日トラストの女子硬式野球部の監督をしていた。2018年6月8日、セパ交流戦、DNA 対日本ハムの試合前、イベント1打席対決に登板し、高木豊から空振り三振を奪った。ありがとうございます。